滋賀県草津市にやってきました。今回は売り場に出ると1時間で売り切れてしまう。人気のお野菜を育てている夢人さんを訪ねたいと思います。なんと今が旬だそうですよ。楽しみー。というわけでやってきたのは夢追い人のハウスです。あ、こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、今が旬のお野菜、ちょっと見せていただけるって聞いたんですけど。はい あります？あります。どちらに？こちらにありますのでどうぞ。いいですか？はい、あじゃあお邪魔します。はい。どうぞ。お邪魔します。はい、お、ありがとうございます。お？のやろあ。あ、あ、あ、こ、これ？あ、アスパラですか？アスパラです。まだちょっとあの暖かくなりかけなのであのでは弱いですけれども、ほうほうはい。これからどんどん出てきます。 今回の夢追い人木村浩二さん専業農家に生まれましたがサラリーマンを経て夢だった中学校の講師となりましたその後15年前に実家で収納しアスパラのほか水菜、ミブナなどを栽培しています収穫時期って今ぐらいですかあの3月、4月にあの収穫するの春め、5月に 立茎といってまあ気にし立てて、それから取っていくのが夏芽になりますね。<っ>特に春芽って言ってまあ春のはあの冬の間にち地間まあ土の下でためた栄養を出してきますから、あの味わいもやっぱり深いんじゃないかなと思います。この辺の地域ってアスパラは結構盛んなんですか。まあ部会を作ってまあ8名ぐらいの農家が やってみよううかということいこで始めましたねその部会の中であの取り決めというか、まあ、魚肥などを使って魚肥というまあ、まあ、いい肥料なんですけどもあのそれを使うとか、まあ、琵琶湖の水を引いてますので琵琶湖の水とかで、まあ、あの育てる、まあ、規格のサイズを作って同じ袋を作ってあの今はもう草津ブランド野菜にも入れてもらっているんではい。 あのアスパラ自体はもう肥料はとてもいるで水水分もいる野菜なんでちょっとあの目を離してるとっていうか、はあ、ほっとくとすぐひねくれるんでねありゃ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 そっかじゃあ今目の前にあるこのアスパラちゃんはまっすぐ素直に育ってる、はい、素直ですね<ー>ええ子です <laughs> いい子です、はあ、ええー、子です <laughs> 元講子ということもあり書くことが好き という木村さん今は農業の傍ら自身の畑の様子を SNS で発信しています日記代わりにつけてて、うん、あの農業関係の人たちとフォローし合ってそっからこうんか得したもんとかってあったりしますめちゃくちゃゃくありますね、えー、その トライとエラーっていうのをたくさんされてる方がいっぱいいらっしゃるんで真似してみたりとか刺激になるもうイケイケの人もいればこのすごいこだわりを持ってやられてる人もいたりしてそのええといいとこ取りっていうかななくてはならないというかちょっといいいいいねもらうと嬉嬉ししじゃなでですすかそれ,それを毎日こうあっいいねもらったう嬉しいなって思って。 立派に育ったアスパラその収穫を体験させてもらうことにこのハサミについている棒の長さが大体出荷規格に合っているのであそうですねほらちょうど同じぐらいの感じでほんまや高さもいい感じ抜群ですいきますよいってくださいせーの、はい、おお、つかんだ <ん>すごい。はい。みずみずしいでしょ水分とこキラキラしてますよ。はい。そのままいっても美味しいんですけどね。これ、やじゃも。早速いいですか、これ。ぜひお願いします。あ。う,まあ<お>うん、香り強っよ。もう。水分と旨味の。塊ですから。柔らかいでしょ柔らかい。でしょはい。これ生で美味しかったら。 料理したらちょっと大変なことになりませんそうですね大変なことになりますね <laughs> ちょっとまだ帰れないですね帰りませんか帰らないですはい。じゃあ食べますか食べますというわけで日頃アスパラの収穫を担当している奥さんの桂さんにアスパラ料理を作っていただきましたこれは何ですかえとオリーブオイルで た,えー、とただ単に炒めただけで<う>え味付けは、えー、とガーリックが入った塩コショウで、うん、もうそれのみですうわー、はい、それのみのみ、ね、ではいただきますうーんやらか <laughs> え味濃う シャキシャキだけど、でも柔らかいんですよ。はい、いや、美味しい。え、っていうことは、茎の方はちょっと硬かったり、ふっと。うん。いい柔らかいやないかい。<laughs> よかったです。<laughs> え、美味しい。ありがとうございます、はい。ずっと濃いですね。どの部分も。そうですね。そうですね。すねはい。ビールとかね、欲しくなりますね。<laughs> 欲しいな。はい <laughs> 木村さんはいろんな職業を経て、今農業携わってますけど。やっぱ最終的には、もうここしかないっていう感じだったんですか。家が専業農家だったんで、最終的には。あの、農業をし、ていかなあかんなとは、思ってましたね<ー>。はい。三十を迎える時に、ちょうど、まあ、生徒を卒業させたりとか。まあ、子供が生まれたりとか、まあ。いろんなことが重なって、まあ。 ちょううど区切りがいいいかなということでやっぱり自分のやり方を探してで社会に合ったというかやり方に変えていってまあその一つがアスパラであったりすると思うんで、うん、しかもね今は奥様も一緒に農業されてるって聞きましたけど、ねはい、私としては子育て,てにも。 あの、関わってもらえるし、子供たちも、お父さん頑張ってるなっていうのが、あの、見えるので。あの、子育てって、そういうのはすごく、いい環境だなっていうふうに、思いますし。うん。です、天気村さん、はい。子供の前では、しんどい顔してます。<laughs> <laughs> 逆ちゃいますの、それ。逆じゃない。<laughs> いや、いいんです。あの、これ, <laughs> れぐらい頑張ってくれて、はい、あれっていうので。<laughs> 農業やってての喜び、楽しいぞっていう時って、なんかもらってもらったりとか、買ってもらったりとかしたら。なんかもう全然違うって言ってくれはる、なんかその全然違うが。なんか、あ、なんか、こうパワーもらえるっていうか、うん、美味しいって言ってもらえるから、やっぱり頑張れるっていうのはすごくありますね。えてこと言うの、うん。そうか。もう、この二人の掛け合いも素敵なんよな。<laughs> <laughs>